よろしくお願いします。お願いします、チョコレートプラネットと言います。よろしくお願いします。お願いしますお願いします。なんかちょっと情報によりますと、なんかあの社長が、はい、なんか好きな芸人がチョコレートプラネットって書いてあったんですけど、はい、本当ですか。言わざる得ないからと言いまして、言わざる得ない、これは冗談ですけど、先ほどお聞きした、あの会社のがあの小田原にあるということで、はい、小田原にあるんですね、はい、僕、まあ、箱根出身なんですけど、うん、今もう実家自体は小田原なんですよ。だから急にな、うん、ほんと親近感、うん、小田原どこら辺ですか。寿町です。寿町、はい、近っ、うん、今日小田原トークじゃない。小田原の話聞くじゃない。小田原トークじゃない。違うの。じゃあ今回法務省さんとですね、はい、ちょっとタイアップいただきましてですね、はい、あの僕たちのコントを作るという、はいはいはい、企画なんですけれども、はい、協力雇用主と、うん、いうのがありましてですね、それを皆さんに分かりやすく、するために僕らコントでちょっとあの発信しようじゃないかということなんで、うんうん、今回はそのですね、ちょっと協力雇用主という、いろいろなところをちょっと勉強したいなと思いまして、三上工業さんに来ていただいたというわけでございますけれども、うん、左官業ですよね、はいはい、三上工業さんは、うん、左官業っていうのもね、なかなかこう職人の世界だと思うんですけれども、普通にここ弟子入りみたいな感じになるんですか。弟子入りという扱い方は今そんな面倒くさい時代じゃなくなっちゃって、僕も5年前、今5年目になったんですけど、もう入った時には弟子って感じよりもういろんなことをやらせてもらって、もう若い職人さんとしてっていう感じでみんな。なるほど。じゃああれだ、分かりやすく言うと、昔がもうあの弟子入りする芸人で、あの三上工業さんも NSC だ。まあ多分そういうことですね。そういうことですね。そういうことですね。なんかもう即戦力で働いてもらうみたいなことですよね。だからもう2年目には14階建ての建物をおめえが職長としてやれって、はい、そのリーダーがいるんですよね。各業者職長っていう業者別でも本当に大工さんの和大工さんのリーダーとか、多少覚えてきたぐらいで一つの現場をリーダーとして、大阪のリーダーをやれと、はい、まあ、基本三上工業はそういうスタイルで、はあ、なんか職人さんってもう未だにそういう弟子とかで厳しいのかなっていうイメージですね。まあ、僕らのちょっとまあ頭が古いんですけれども、もう盛んなんて、だからそういうところはもう職人の世界だと思うんで、お前がこんな触るのはもう3年早いみたいな。我々はそうでしたけど、昔はそうだったんです。社長の時はそうだった。その時はそれぐらい、まあギリその辺かな。インスタもやられてるそうですよ。あ、マジで、はい、インスタやってるんですか。オラが、うん、弟子の時は、そういう世界であった。インスタの話です。インスタ、誰が。インスタ、私が入れてます、はい、社長が、はい、左官って知らない人多いんで。そうですよね。いや、確かになんとなくは分かってるんですけど、これが、うわ、でもかっこいいな、やっぱり。めちゃくちゃ分かりやすく、やっぱ、やっぱ左官って書いてありますね、はい、いや、あ、おら、あ、これ会長ですね。会長、はぁ、これもインスタで、 あれ何、技能五輪、全国大会っていうのは、そういうのもあるんですか、はい、それで左官の部で、これ金メダルですか。いや、3位なんですよ。銀、いや、でもすごいですよね。いや、すごい。これ、これは何なんですか。会長の絵ですね。会長の絵、はい、だから左官に、左官低いで、小手で、え、蔵なんかに塗る壁あるじゃん、はいはいはい、白い壁、はいはい、あれにいろいろ色混ぜて、固定で、こんなこともできるんですか。あの、こういうアイロンみたいな、それの細かい固定があるんだ。あ、はいはい、細かい固定 で一番これをやってる時に喜ぶのは、うちの愛妻、休みの日にこれ夢中になってると朝から酒飲まないから、はい、そっちなんですね。そもそも協力雇用主っていうのはどういうシステムなんですか。骨折するために受け入れる企業といいますか、まあ、施設の子供がまず学校から何十人と入れ替わり立ち替わりで、で左官をやりたいということで、どういう人でも構わないから、うん、とにかくやる気がある人が来てくれることをお願いしたいんだということから、横浜刑務所に面接に行ったり、うん、まあ、ちょっと犯罪を犯してしまって服役されてた方が出所した、詐欺 の、 あの働きの受け入れ口として、やられてるということですよね、はい、そうです。今までこれ犯罪歴のある方どれぐらい雇われてるんですか。
25から25、26人ぐらいになるのかな。それでその中で少年からしたらもうちゃんと立派な親方になって、うん、それでやってる子もいるし、なるほど、とにかくやる気があって来てくれたりすれば、うん、絶対この仕事はなくなるわけもないし、うん、まあロボットだなんだって、うん、どうだこの左官の仕事だけはロボットじゃできない、うん、なるほど、この業界とにもかくにも慣れてがいない、もうどん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 いなくなる、うん、一人でもやる気のある人が、うん、よそにでもいいから行くようになって、うん、これを途絶えないようにしていかなきゃいけないというのがこの3人親子の中で徹底ますますこのことをしていかなきゃいけないよという考え方なんです、うん、なるほど、人がいなければ物が立たないんで、ただこう面接とかで決めるんですか。うん、面接で決めるものにも行って、うん、やりたいなというのに断ることは今まで一切したことない、うん、あもう断りたいって言ったけど、いや大変でしょうやっぱり、大変だし、正直ちょっとその犯罪をした人をそれ雇うとか、うん、そういうなんかその不安とかないですけど、全然ない全然ない、うん、即答でしたね窃盗歴のある方だとか、うん、なんか取られたりするんじゃないのかとか、基本何をやったかを聞いたことがないんですけど、あえあもう犯罪履歴を聞かない、過去に何やろうな、更生するべき、まあまあまあ過去だからでしょ、いやとは言ってもとは言ってもね、なんかここにこんな傷が入ってるとか、お前何やったんだとか、そういう人たちはなかなかまだ今まで来たことはないですそうですか、ちなみにそういう方雇われて、なんか逆にこう困ったこととかはあったりするんですか。いろんなことはいっぱい、まあ、若い子が入ってきてくれて、はい、現場入ってきてすぐ1ヶ月ぐらいだったと思うんですけど、会社月末に必ず集まってみんなこう1ヶ月お疲れ様でしたみたいな会があって、そこで酔っ払っちゃったんだかなんだか分かんないですけど、酒を覚えるよりまず仕事を覚えろよとか、まあ、周りからも言われたりこう怒られたりしてて、まあ、ちょっと拗ねてきちゃったんですよ、うん、そしたらなんか給料袋をプッて投げて、うんうんうん、そしたらまあ周りもそれを見たら何やってんだってなるじゃないですか、そういう会場から出てっちゃって、あら外からバリーンってでっかい音が聞こえて、もうみんな飛び出てって見に行ったら、会社の車で新車で買った大きいキャラバンって、はいはいはい、あの仕事に現場に行くように買った車の後ろのガラスがバッ割れてて、それはちょっと大変ですね。でもその車も前の日に買ってきた車で、前日に買った、まず新車の車じゃないですか。でもそこに一つまた今の時代の問題が、そこで昔ならこのバカ野郎で、そういうことは今はない。あまあまあ僕、うん、昔だったらないじゃんって肩甲骨でガーンなんですよね。ただその時に、うん、俺が言うことはおめえの今度から給料から払わなきゃいけないよ、あそれだけで、あとは言うこともなし、まあ、それもあって、だからその分も仕事を明日から頑張れよ、頑張れよ指導で、なかなか言えないですよ。だってもうクビって言ってももうおかしくないでそんなもん。クビって言っちまうじゃん。ああこれいらねえ帰れって。ああそれよりもどういうふうに育てていったら今の子が育つか。何人かのうちに一人でも一人立ちしていけるようになっていけば、その間に会社としてもいいわけであるし、もうこんなもんじゃ何回言ってもダメだから、うん、もうさそういうのはやっていう考えは今だかって一度も考えたこともないし、いや常にそういう犯罪歴のある人からしたらやっぱこう受け入れてくれるところがあるっていうのはめちゃめちゃありがたいでしょうね。本当だよね。うん、やっぱそういう受け入れるところがないからまたこう溢れて、まあ、そういう犯罪の道に走っちゃうっていう人も絶対多いでしょうし、逆にこの良かったことってあるんですか。あ、まあ、入社してくれれば、うん、会社自体の活気づく、うん、やっぱ若い人材もそこで得られる、若い人材であり、まあ、年配の方でも入ってくれれば
まあ、人が増えたことに対しては、うんうん、職人の方たちも、まあ、喜んでくれるっていう、まあ、今本当に人は担えてないんで、うん、だからまあ犯罪を犯したから、うん、本当に気持ちのある子たちはどこの、うんうん、盛んに限らず、うん、手に職持ってね、現場をまとめて、うんラリーをねしていかなきゃいけないかなって。さあちょっとねここからちょっとコントをね作らないとダメなんですけれども、はい、ちょっとどういうコントにしましょうかねこれね。面白い話あるよ。あ本当ですか。いっぱいまだありますよ。どんな話あるんですか。あります。例えば猫は。一輪車。一輪車。うん、あはい。あれ猫って言うんですか。あれ猫猫あれ猫って言うんですか。猫っていうさ、うん、あれ猫って言うんですか。うん。おい猫持ってこいって。うん。どう猫持ってくれたって知らねえからその日の猫様にああ、なるほど専門用語は、まあ、結構あるんですけど、うん、そんなの良さそうだよ。いや面白そうですね。これすいませんあそこに野良猫捕まえてきましたみたいな一輪車持ってくればすぐそこにあるものをほらバカ猫持ってくれって言うわけなんだ。あなるほど教えてくれないですね最初時代昔はマジで教えない見て覚えなさい。あこれはちょっとこれ面白いです ねこれちょっとコントできるもんそのままコントにできるもん。あ例えばまあコントでやったらお前、はい、もうちょっとお前猫持ってきてもう舐めてろ。あっ分かりました。頼むぞお前あそこに飲まれてくるなお前猫持って舐めてんじゃねえよお前猫持ってきて舐めろって言ったから違うんだよえっていうことですよね。そうですよねこれが普通に行われてたってことですよねこういうのは。ちょっといろいろ貴重な情報ありがとうございました。ありがとうございます。この黄色い羽はこれは何なんですか。ちょっとどうなんですか。黄色い羽なんですけど、まあ、幸せを運ぶ羽ですけど社会を幸せにする、うん、ためのシンボルとなってまして、なんか赤い羽は見たことありましたけど、ね、赤い羽緑とかあったことはいはいはい黄色は初めてですけども、こういう社会に貢献するという、はい、ぜひともあいいですか。じゃあ僕らもちょっとつけさせていただきます。芸人で黄色い羽つけられるのって一本グランプリ確かにそうなんですよ。一本グランプリ絶対出れないですよね。あどうあいいね。ちょっと、うん、おさん派手なシャツしてなんかありそうなデザインになってデザインの中であっちゃうんです。まあまあこう言ってね、まあ、社会全体を明るくする運動をねされてるということでね、はい、まあ、もうぜひこのからもね、まあ、頑張っていただきたいと思います。まあ、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。今回の方はどうですか。まあ、前回お話いろいろ聞いて、まあちょっといろいろ考えたんですけど、まあ、ちょっと視点を変えてやってみようかなと思います。はい、なんかちょっと面白いちょっと、設定を思いついたんでちょっとそれでやってみようかなと思います。はい、そうですね。だからまあ視点とあともう服装とかも前着てたやつとは違う服でやろうかなと思ってます。まあそりゃそうですけど、ね、そう、いや、まあ、同じ服でやろう。同じ服では多分やんないけど、まあ、ある別に私服だし。あ、そうか、もうそこ変えるけど絶対ね、うん、なので、うん、もう本当服とかも変わってるんで、うん、そこも見てほしいです。はい、はい。